皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。ジャンルフリースタイルで盛り上がろうをテーマにした振り付けやっていきます。テーマが盛り上がるなど発信を強くした場合、曲の良さを置き去りにしてしまう場合があります。今回はボーカルとビートに絞って使い分けてもらい、曲の上に感情を乗せて発信できるようにブラッシュアップしていきたいと思います。チャンネル登録の上、ぜひ最後までお付き合いください。それではスタートです。どの部分をどの音で取るかをはっきりさせることが大切だと思いました。はい、おはようございます。はい、今回は龍音を振り付けということで、はい、すごく激しくて、なんて言うんだろうな、こう楽しい雰囲気だよね。今回コンセプトみたいのはあったりするの？は、うん、フリースタイルなので、うんうん、やっぱりなんかヒップホップによらず、うん、ジャンルによらず、うん、やっぱり自分たちの楽しさとか、はいはいはい、楽しさっていうのを伝えたいな、うん、ジャンルからのテクニックではなくて、うん、この曲の盛り上がってる感じとか楽しい感じを表現していきたいっていうことだよね。まあ、まさにね、すごい楽しそうに、はい、もうハッピーハッピーで踊ってたと思うんだけど、そうするとフリースタイルであって、でしかもハッピーを重要にするってなると、技術的なことっていうのはなかなか伝えづらいところもあるのね。なので今日は空間の使い方っていうところをやっていきたいなと思っています。で、すごく面白いなと思ったのは、2人組でこうね、こっちに外に出てったりとかして中に入ってきたりして、こうクロスでさ指さしたりとか、いろんな方向を使っているんだけど、そこがちょっと活かしきれてないかなっていうふうに思いました。例えば最初にフリーで乗っている時っていうのも、こっちにイメージをしているんだよね。だけど例えば手だけがこっちに散ったりとかするとか、うん、極端な話、この365度地球儀のように、例えば後ろから前に行くとかっていうのでも雰囲気は変わるわけじゃん。で、例えば上下下から組み上げていくとかで、この全てが音楽によって波が決まるわけだよ。なのでもう一度音楽聴いてもらって、自分の中でフリーズするところ、乗るところ、交換を使うところ、この辺をちょっと別々に今回は考えてみませんか。うん、その方がいろいろアイデアが出てくると思う。じゃあ音をちょっとお願いしてもいいですか。どう、その今聞いてみて何の音が聞こえたとか、うん、なんかありますか。わあ、うん、なんかやっぱ歌詞、うん、がやっぱり一番強いなっていうのは。なるほど、歌が入ってくるっていうことだ。うん、そのボーカルの方が。ああ、そうか。例えば2人が自然にとってたのはコードがあるキーボードの音みたいなところがあるんだけど、パンパンパンっていうところを実はとってたりするんだけれども、その時にボーカルを聞いちゃってるので、ボーカルがウォーウォーウォー、この音像というか音の段階が取れてなかったりとかするんだよね。だとしたら、例えばウォーウォーダッダッタンタンを捨ててあげた方が良かったりとか、あとコードで取るんだったらパンパンパン取ってあげた方が良かったりして、もう一度はっきりとどの音を自分で表現するのか、うん、これを意識しながらやってみてください。OKOKOK、どんな感じでしょうか。うん、なるほど。だから音を聞くって、なんかいろんな音があるから、うんうんうん、そう、本当にね。で、それをもちろん細かく、この2カウントはこれを聞いて切り替えるんだみたいなことも例えば必要なんだけれども、やっぱりそこの効果音しか鳴ってないところとかの掴み方っていうのがちょっとバリエーション、最初の振りだけ教えてもらってもいいかな。この入り方のところ、ツッタタンっていうところの入り方にどうインパクトを残すかっていうのもすごく大事なんだけども、ちょっとじゃあ音もう一回流してもらってもいいですか。音楽聴くだけで全然違うので、全てのトータル的な音楽をどう感じるかっていうのはセンスによるところが大きいので、うん、そこがまず一つっていうのと、多分その楽しさみたいなリンクしている場面、例えば、そうだな、トン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 、ここは別々がいいのかな。そしたら寄ってきて、うん、目が合ってたりとかすると、例えばこういうところとか、どういうこういう形になるわけでね。そうそう、そうすると、例えば今リュウは意識をしたじゃない。意識をしてるってことはこう見せてないんだよ、わかる？こう見せることになるんだよ。そうすると見せるっていう意識がここでお客さん意識してなきゃいけないんだよ、うん、だけど感情はパートナーに対して向いているとか、それで全然気持ちとか見え方が変わってくるんで、うん、ちょっとカウントでいいので、はい、合わせるところ、あとイメージするところ、自分の音を取りたいところやってみよう。それでも前に見てないから、うん、こうこっちでここで、はあ、ここで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 、ここ
こう今背中じゃん、あ背中をで出すエネルギーを出したいね、そうだよね、と正面を向くところ、片足かなんかでこうヒュッて正面向くところあるじゃん、ここが例えば腕が振ったりとか足がぶれたりとかするとうるさくなって目が向きましたよっていうのが見えないんだよね、ここからパッていってブンっていくと見えなくなる、例えばこれを完全にここだけで持ってってから持ってってあげるようにすると、そうそう、また雰囲気が変わってくる、うん、あと背中の芯っていうのがあったと思うんだけど、そう感じたいって今話したよね、はい、したら一回感じちゃえばいいんじゃない、うん、その状態で一回リズムをバーンバーンって取って、それを離れても同じ感覚で、うん、そうそうそう、そこにいると思ったら全然そこでリンク感が違ってくるので、実際感じたいんだったら感じちゃえば、うん、いいんじゃないかなっていうふうに思いました。ちょっと一回カウントじゃなくて音でやってみようか、ボーカルの部分を表現するために歌ってる気持ちで踊りました。今までさ、こうなんつうんだろうな、例えばボーカル聴きましょうとかある程度自分で選択はできてる状態だよね、うん、気持ち的には今どんな感じかな、そのより楽しくなったとかより踊りやすくなったとか、なんか感想があったら、なんか、うん、今まではその楽しいだけを出したい、うんうんうん、作品としてはいはい、しっかりそのくくりの中で、うん、あさみなんかどうですか、あの乗るっていうとか、うんうん、まあ、音にもボーカルにも乗るっていうことはやっぱり今までさっきはやっぱり出すっていうことばかりだったので、うん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 、その乗るっていう方がなんか乗れたなっていう感覚が、でも今のこれが多分一番すごく良くてここから2人の持ってる爆発的なパワーってあるじゃない、それを出していくと、でそれのためには音楽のことを理解しなきゃいけない、うん、でビートを聴けばその曲の構成が分かってくるんだけど、今回はドゥンツタッドゥンドゥンタッドゥンツタッドゥン、この32分の1、ドゥンドゥダッドゥンドゥンダッ、あとは細かいビート、チキ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 、こういったところが楽しくなるんだよね、で今作ったものを全部上物取っ払ってドゥンドゥダッドゥンドゥンダッ、チキ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 だけで踊ってみて、楽しくないから、うん、ちょっとやってみましょう、あのマーキングでも構わないよ、うん、ドゥダッドゥンダッドゥンドゥダッドゥン、乗れないんだよ、そうなんだよ、で例えばさ、あの3連使ってこうやって移動していくところとかあるでしょ、あそこってもともと2人が初見で踊ってた時ほどパワーっているかな、うん、あそこって歌ハメなんだよね、でもさビートの強さが残っちゃってるから、ハメ方はボーカルなのに強さはビートになってないから、陥る罠だったりとかするので、ここはボーカルを聴いてるよね、うん、ここはビートを聴いてるよね、そうするとドゥツタッツンドゥッタッツタッツンツンタ、跳ねる感じを表現したり、ウォーウォーウォー、全然取り方が違うはずなので、そうするとステップがダッドダッドダッなのか、ダララダラダダララなのか、全然違ってくると思って、ちょっと二人ですり合わせてみましょうか、うん、どっちもいけると思います、音見えてきた、今のでテンションがやっぱり変わるから見えてきたの、OK、じゃあ音のね使い分け聞き分け方っていうところでちょっとやってもらったと思うんですけど、どうだった、音って聞き分けられるもの、やっぱそこでやっぱりやっていかないと、あ、聞き分けながら、うん、その踊りにするときに、うんうん、やっぱり乗れなくなっちゃうかな、なるほど、例えばメインで聞いてるのは何なんだろう、やっぱりボーカルか、でそうだよね、さっき2人でコーディネートしてる時も、あ最初ここはボーカルでボーカルでボーカルでって言って、でそうするとどん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 パワーが落ちていくような感覚になって、ノリもなかなか乗ってこれなかったと、でも対して1個目のブラッシュアップの時は、いろんな音が聞こえるって言ってたじゃない、ってことは普段の練習の時からビートで練習する、音をあの
ボーカルを無視してあのビートだけで練習する。逆もそうでね、ビートをあまり聞かないようにしてボーカルの表現をしていくみたいな練習も必要なのかもね。でそういうところで、例えば2人がボーカル派なのであれば、ボーカルさんの気持ち、例えばどこで盛り上げたくて、どこでこもって表現するのかみたいなところが動作として動きとして表現できるように、最後の投資を頑張ってみてください。いけるところまででいいのでテンション上げてやってみてください。じゃあお疲れ様でした。よっしゃ、はい、エナジー全開。音の聞き方に答えはないので悩むポイントの一つだと思います。早速サビ直前のブレイク、音の取り方が変わっていますね。感情優先になるとせっかくの曲をメトロノームとして使ってしまい、逆に無機質に感じてしまうこともあるので注意が必要です。不思議なもので、伝えようとブラッシュアップしたポージングはアウトプットが強くなります。ビフォーでは少しこもった印象に見えませんか？アフターではダイナミックに、見ている側にとって印象に残りやすくなっていると私は感じます。これは背面を意識した場合でも同じ効果が得られます。このシーンでは背中でパートナーを感じたいということでしたが、肩の位置が大きくパートナー方向へ張るようになっています。気持ちでダンスが変わるという良い例だと思います。気持ちが変われば中途半端な動きが少なくなっていきます。このシーンではパートナーを双方に感じることで動きに重みがプラスされています。ビフォーではオーディエンスなのかパートナーなのかが曖昧な動きになっているのが見て取れるので、変化が大きいシーンだと思います。このタイミングでスネアドラムが鳴っているので、そこにはめていけばより伝わりやすい表現になっていくはずです。盛り上げると一口に言っても、ステージ内なのか客席まで届けるのか、その使い分けはどこなのかなど、シーンによってパターンが必要です。この時に曲の構成を無視してしまうともったいないので、音楽を聴く力、表現につなげる力はぜひ鍛えていただきたいスキルの一つです。目に見えないので難しいテーマだと思いますが、今後音を聴くとはというレクチャーも出していきたいと思っていますので、ご視聴やご質問、そして一緒にレベルアップしていけたら嬉しいです。このちょこっとネタというコーナーでは、コンビネーションや振り付けをご紹介するにとどまらず、見逃しがちな裏のポイントまでお伝えしていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタン、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.